さあ開幕が、チョキネと杉山さん、男の石崎です。はい、さあいつもよりなんか、見てる視聴者の数も多いような気がしますが、さあその辺も含めてエボジャパン、まあ今日出るプレイヤーはねほぼほぼエボジャパン出るかと思いますので、皆様ぜひ応援を見つけてもろて、応援先を見つけてもろて、エボジャパンでも活躍をチェックしてみるのもいいんじゃないでしょうか。うん、保護色、まあしょうがないエネダだからね。マニアックスすごかったね、それされたのはうちのチームなんだけどねというわけでまずは杉山さん、さあラウンド2、まあ、この組み合わせなかなかエレナが結構押せると言われてる組み合わせですが、さあ中盤ブレイブから後ろ投げ、エレク2本だとネクロは怖い、出し投げ、さあエレナはこの台形ラウンド8ラウンドステップと速いダッシュ、長いリーチの中段を駆使して戦っていきます。うわー、これは遅い、台かなのリングステールかな。さあファイナルラウンド、裏回りって投げて膝バレー、中トロエレクでスタンチャー6割。さあそうですね、ドリルは特殊技なのでジャンプ攻撃ですが下ブロができます。非常に分かりづらいセットプレーだったんですが、ドリルをブロッキングすることでさばきました。中取る、触りに行く、しっかり人確認してる、アッパーはガード。さあネクロが画面端にずっと押し付けている、小足ブレイブかくらない、いざ中取る、繋がんない、マジか。エレナちょっとね、クライ判定がちょっと特殊なところもあり、なかなか珍しいですね、かくらない。さあなかなか締める展開になってる、しかしここはちょっとタイミングずらしてジャンプだけからエレク、あースクラッチを綺麗にかわして背面投げ、勝ったのは杉山さんと